真剣ですね。それでいい。さあ抑えにくい宮田、打ち比べ高木宏之、どっちが勝つ。スリーワン、5球目を投げた。バックネット左上129キロ、スリーボールツーストライクです。宮田和樹は2014年ほぼ6年目、8月19日ホークス戦、同点の12回裏、あの柳田悠岐を空振り三振にしていました。ピンチでチャンチのスライダーでした。さあこれから中央ファンダー3塁ラストボールの中、ストライク空振り三振、見事なスライダーでした。いかがでしたか、結構のボールでした。宮田芳美がピンチをしていました。1回はチームライオンズ得点。さあチーム成